さあ続いては鳥の中で最も早く飛ぶ種をご紹介しましょう。現在ではその速さ、宇宙探査機や新幹線の名前にも利用されています。そう、ハヤブサです。今からハヤブサ、皆様の頭の上すぐ近くをものすごいスピードで飛び交います。ハヤブサの演技が終了するまでは恐れ入りますが、お席から立ち上がらないようにご協力をお願いします。さあ今回ハヤブサはこちらのルアーと呼ばれる獲物に似せて作られた道具、これを用いた疑似ハンティングを披露します。さあそれでは早速皆さん正面の林、こちらの鳥がやってまいりました。風の抵抗を受けることなく急降下、そうすることによってあのような速いスピードが出せています。それでは皆様のすぐ近く見事なハンティングを披露しました。スピーカー早くさグラッドでした。それではブロードもいよいよフィナーレです。最後は皆様に美しいパフォーマンスをご覧いただきましょう。正面の林の上